労働者階級解放闘争同盟に参加しているユーリー・マルトフ。左隣は、レーニン・ユーリー・マルトフは、ロシアの社会運動家。署名には、エリー・マルトフを用いた。本名は、ユーリー・オシポビチ・セデルバウム。1873年11月24日、トルコのイスタンブールに、中流階級のユダヤ人の両親の間に生まれる。祖父のアレクサンドルは、 1860年からオデッサでヘブライ語新聞ハーマリッツを発行していた。父はロシア国籍の船会社で事務長を務めた人物。アレクサンドル・ゲルツェンの信奉者で亡命先であるロンドンにゲルツェンを訪問するほどの自由主義的知識人であった。イスタンブールからオデッサに移り、1881年7歳の時、ポグロムに遭遇する。一家は 襲撃からは免れたが、幼年時に体験した反ユダヤ主義は、マルトフをザーリズムに対する反逆へと駆り立てる契機となった。中学時代は、ベリンスキーに傾倒し、文学や社会問題に熱中した。その後、一家は、ザールスコエセロに移る。この時期に、マルトフは、父が主催していた知識人と学生のサークルに出席を許可され、ゲルツェンの 過去と施策に触れ、訂正に批判的になっていく。早熟なマルトフは、次第に、ナロードにキに共鳴するようになり、1889年には、中学校で学友とサークルを作り、フランス革命史に熱中し、ダントン、ロベスピエール、サンジュストラの演説や、マラー、グラックスバブーフの著作を単独した。1890年、カール・マルクスの共産党宣言に衝撃を受け、 マルクス主義に転じる。1891年サンクトペテルブルク大学理学部に入学する。翌1892年学内に社会民主主義のサークルを創設する。しかし、大学当局から非合法文献の反復を理由に退学処分を受け、逮捕される。1年半の東国生活の後、リトアニアのビリニュスに追放された。リトアニアでは、 ユダヤ人の労働運動に参加した。1895年サンクトペテルブルクに戻り、ウラジーミルレーニンと共に、労働者階級解放闘争同盟に参加した。マルトフは1896年1月に逮捕され、1897年とシベリアのトゥルハンスクに流刑となるが、3年間の流刑生活で結核にかかる。1900年刑期を終了し、西ヨーロッパに亡命した。 1900年から1905年、国外で、レーニンと共同で機関紙、イスクラの発行、編集に携わる。またパリでは、ロシア高級社会科学アカデミーで講義を行った。ロシア社会民主労働党、第2回大会では、レーニンと組織問題をめぐって対立し、以降はメンシェビキ派の指導者となった。 1905年10月第一次ロシア革命が起こると、ロシアに帰国しペテルブルク労働者ソビエトに参加するが、1906年2月、7月に逮捕され9月に再び亡命を余儀なくされる。1907年第5回ロシア社会、民主労働党大会と第2インターナショナル大会に参加。レーニン率いるボリシェビッキとは第一次革命期を除き、 革命に対する戦術やモラルの面で対立が先鋭化し危険視していた。1911年には党内にボリシェビキ、メンシェビキ両派の並立は困難とし、翌1912年ボリシェビキはプラハ党協議会で独自の政党であることを宣言するに至った。1917年の2月革命後帰国したが、ソビエト政権に反対し1920年に亡命。 亡命後は、ベルリンに住み、社会主義法治を発行した、バーデンのシェインベルクで、結核のため死去。49歳。ありがとうございます。